交響曲第1番破単調作品 11MWV-N13 はフェリックス・メンデルスゾーンが作曲した交響曲。それ以前に弦楽のための交響曲を作曲しているため、実際は13番目の交響曲にあたるが、出版時に第1番と変更された。1824年の初め頃からその年の前半にかけてライプツヒで作曲、完成されており、作曲当時のメンデルスゾーンはわずか15歳であった。初演は1827年2月1日に、同地で当時常任指揮者を務めていたヨハン・フィリップ・シュルツの指揮、ライプツィヒゲ・バントハウス管弦楽団によって行われた。初演は好評裏に迎えられ、一般音楽新聞アルゲマイネ・ムジカリッシュ・ツァイトゥングの批評欄には、初演時の批評が書かれ、好意的に受け止められている。なお1829年5月25日に、メンデルスゾーンはロンドンのフィルハーモニック協会の演奏会においてこの交響曲を指揮しており、ライプツィヒでの初演以上に、ロンドンで大いに絶賛されている。このことが後に、メンデルスゾーンがロンドンフィルハーモニック協会の名誉会員に推挙される契機となったのである。12曲の弦楽のための交響曲に続いて、作曲されたこの交響曲の草稿には交響曲第13番と記されていた。しかし、草稿の紛失や修作、あるいは失作といった見方から、出版社ブライトコプフーンとヘルテル社は12曲の弦楽のための交響曲に印刷する価値を認めず、初めてフルオーケストラで書かれたこの破単調の交響曲を第1番として作品全集に組み入れて刊行した。前述のようにメンデルスゾーンが15歳で作曲された若書きの作品だが、交響曲としての完成度はすでに大人の一流作曲家のレベルに達しており、この後16歳で弦楽80奏曲、17歳で夏の夜の夢序曲を作曲する早熟の天才を予告している。自筆譜の草稿はフィルハーモニック協会の図書館に保存されている。この交響曲をおいては、ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、ウェーバーらの影響を受けて作曲していることが伺える。特に、ハイドンの交響曲第95番破単調やモーツァルトの交響曲第40番と単調からの影響、ベートーベンの序曲、コリオランや交響曲第5番破単調、ウェーバーのマダンのいて序曲などの諸作品から強く影響を受けている。第1楽章に、ウェーバー。第3楽章に、ベートーベン、第4楽章にハイドンとモーツァルトの影響がそれぞれ散見される。全4楽章の構成で演奏時間は約33分。家庭的な演奏を目的としたものではなく、本格的な演奏会を意識して書かれている。あまり知られていないが、この交響曲には、ピアノ連弾版とバイオリンとチェロの二重奏版の2つの編曲版が存在する。またピアノデュオとして活躍するタール&グロートホイゼンによって録音も行われている。ありがとうございます。